朝5時半でございます。おはようございます。ピエールです。本日はもう見えていますけども、埼玉県幸手市にあります権現堂桜堤の方にやってまいりました。人混みを避けるために、日の出とともにやってきた次第でございます。本日は、この桜堤の方を紹介していきたいと思います。3月の26日なんですけども、六分咲きってところですかね。いやでも十分に綺麗だ。これが、堤防の脇にずっと広がってますね。で右に少し見えると思うんですけど、菜の花がまだ残っている。このコントラストが楽しめるのが権現堂の特徴になります。はい、ちなみになんですけども、幸手市桜祭りの方は、この2021年に関しては中止です。昨年に引き続きまして、まあというわけで出店とかそういうところは出てないんですけども、まあ自然としてまあ咲いている桜を楽しむことはできるよというところになっております。はい、堤防なんで川沿いにあるんですけど、今川側に来ましたら、菜の花と桜のコントラストがより一層楽しめる感じになっております。逆側にもね、こう菜の花はずっと広がっていて、川、菜の花、桜の順になってるっていう形ですね。あ、いいですね。日もだいぶ上がってきて明るくなってきましたね。まあ、3月本当の末とか4月の1日2日ぐらいに満開になるかな、この感じだと。まあ、そうするとまた人も多くなってしまうんでね、もう昼には渋滞が周り中で発生してるっていうところで、で今日今6時ぐらいになってきたというところで、来てはいるんですけども、公園の駐車場は8時半からになるんで空いてません。なんでそれより前に来る人は駅前に止めて、駅前にパーキングがあるんで止めてから来てください。路中はくれぐれもしないでください。通勤時間になるんでね。あ、ここら辺もこの桜は咲いてるな。ちょっと種類が違うのかな。朝日と菜の花。ここら辺が一番菜の花が咲いてるんで、桜もこの桜の種類は咲いてるというところで、がっつり咲いてる。でこのコントラストだよ。これが権現堂ですね。まあ、この朝市でも結構写真家の方とかやっぱ地元の方は来てるみたいですね。路中は少ないですけども、菜の花畑の中心にやってきました。一面黄色。時期が終わってなくてよかった。で向こうには桜がこれから、埼玉の春はこれからっすね。はい、権現堂公園の案内図ですね。まあ現在真ん中あたりにいるんですけども、ずっと桜の通りと、まあ、菜の花の畑があるよと。ここは一番右の方から来たんですけどね。で後ろには駐車場がありますけど閉鎖されております。
最高じゃないですか。軽い下り坂をこう降りていきながら桜のトンネル、ちょっと素晴らしいよ。近年見た桜の中で最高だね。ここら辺はだいぶ下まで来てるね。よく咲いてんな。まだつぼみのところもあるし、いや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 、いいっすね。朝活のお散歩にもいいんじゃないかな。ちなみに権現堂堤の方は往復で 1700m、 片道 850m でまあ見れるの でまあ例年ですと3月下旬から4月上旬に桜祭りをやってると。まあ早くコロナも収束して、みんなでこうお花を見ながらワイワイ楽しめる時がまた来れるような時が来るんですかね。まあ新しい生活としてね、こう騒がないでね、のんびりしっとりとこう朝一にのんびり桜を見るっていうのもいいのかもしれないですよね。この堤防の生垣の緑と幹の茶色と花のこの白とピンクっていうコントラストがいいね。天気も今日晴れてるし、いやいやいや素晴らしい。駐車場はまだ空いてない時刻なんですけども、勝手に出口の方から入り込んでるのがいますね。マナーは守りましょうね、地元のために。ちなみに駐車場は8時半から6時まで、3月ですと空いていますので、付近の住人とかに迷惑をかけないようにその時間に駐車をしてください。はい、というわけで本日は埼玉県幸手市権現堂堤の桜と菜の花の方の畑を見てきました。大変美しかったですね。まあちょっと見れる時期が少ないものではありますけども、ちょっとタイムリーに上げられたと思うんで、皆さんまだ間に合うので感染症に対策しながらぜひ見に来てください。ご視聴ありがとうございました。アクセスの確認です。車ですと県道を去ってインターの方から車で10分から20分、まあこの時期は多分20分ぐらいかかっちゃうかな。電車ですと幸手駅の方から徒歩で30分、またはバスに乗ってください。